初見サクセス。今回は熱血きらめき青春学園。見るからに青春してそうな腹立たしい高校ですね。今回ここに乗り込んでいこうと思います。まあ、一応自分は高校時代青春を極めたんで、青春の極意を伝授していこうと思います。絶対に甲子園で優勝するぞ、約束だ。ああ、日本一になろうぜ。面白そう。僕たちならできるよ。甲子園優勝、舐め腐ってます。まあ一応自分、高校時代、陸上で全国出てるんで、この学校一から立て直していこうと思います。ただその代わり、高校時代に女子と話した回数8回。クラスは全員男。そういう環境でやってましたんで、全国大会に出るにはそれ相応の代償が必要というわけですね。やっていきましょう。多分そんな感じだったと思う。幼い頃総地下であった俺たちは野球も日常もみんなで同じ時間を過ごしてきた。幼少期から同じメンバーがどんどん小学校中学校高校と同じところに入っていったという感じなんですかね。あ、幼稚園も小学校も中学校もずっと。そして俺たちは自由な校風の青春学園に入学、野球部を創設し初代メンバーとなった。野球もしたいし青春もしたい、そんな俺たちの願いを自由な校風のこの高校なら叶えられる。お、イケメンが揃ってますね。明日から全員坊主にしてこい。二度と戻れない3年間を謳歌して甲子園でも優勝だ。頑張るぞ。どうもゴッドポッド肝臓と申します。よろしくお願いします。いよいよ俺たちも2年生か。もうすでに1年終わってんですね。青春の3分の1終わってます。終わりです。気合を入れないとな。 BT 何 BT って。ビュッパシ。こいつが BT か。うん、美意識高い。変な名前してますね。僕ら幼馴染み10人の夢のためにね。どんだけ幼稚園に精が集まってんすか。やっちゃん、あ、これ一人ずつ紹介していくパターンですね。ああ、サブリ・ヤスヒデ。そのために全員この青春学園に入学し野球部を創設したんだからな。力丸、力丸、こいつ4番ですね。甲子園優勝こそわしらの悲願。ゆうと、うぬも同じじゃろう。けど野球しかない日々じゃ味気ない。二度とない青春時代、やれることを全部したい。ふざけんなよ。甲子園目指すんやったら野球だけやれ。自分はもう高校時代陸上しかやってませんでしたから、ただ毎日20キロ30キロ走るだけ、そういう高校生活でしたね。よう、1回戦で負けるぞ。ようだってそうじゃないか。こいつの髪が一番やばい。もちもちちゃうわ。この青春の季節は一度きりじゃん。最強にエモい日々にしたいっしょ。どうせ女と喋りながら朝8時ぐらいに通学してんじゃないですかこいつら。偏見しか溢れてこないんですけど。 TikTok やってんだろこいつ。なあ、レンジレンジ、名前が覚えらんない。そんな一気に来ても、うん、六角レンジ。その通り、やりたいことは山ほどある。何事も全力あるのみだ。そして全部中途半端になっていきます。君たちは大学受験も野球も勉強も恋愛も就職も全てが中途半端に終わり、しょうもない学生生活を送っていくんです。君たちはダンダンダンさん。同感だ。今冬なんですか。今4月ですけどマフラーしますね。ダダンダダン。そうじゃ、うん、慌てそうた。僕もみんなと一緒ならできる気がするよ。やべくん、あ、やべきた。もちろんでやんす。やっぱやべっすね。やべがベストフレンド。やべしかも信じられない。でやんすよね。ね、ゴッドポッド肝臓くん。やべくんの言う通りだ。仲間たちの力があれば何だってできるさ。絶対こいつら音楽性の違いで解散するわ野球部。次はバッティング練習だ。まあ、名前はちょっとまだ覚えてませんが、そのうち覚えていきましょう。練習に行くでやんすか、それとも学校行事に参加するでやんすか。学校行事、うちは学校行事にも力を入れてるでやんすからね。部員が行事に積極的に参加する部活を援助してくれるそうでやんす。まあ、そういうあれがあるんだったら
積極的に学校行事やってもいいんじゃないでしょうか。というわけで、このシナリオでは練習やお出かけなどの多彩なコマンドがターンごとにシャッフルされて出現します。行動メニュー画面の左側に練習、右側に休むコマンドが出現。学校行事やイベントなどの青春系コマンドでは、特定のキャラが配置されることで青春コンボが発生し、イベントの内容が変わることがあります。いろいろなコマンドを選択し、学園ライフを楽しみましょう。コマンドと選手にはそれぞれ属性があります。属性は熱血属性、きらめき属性、両属性、無属性の4種類があります。さあ新入生の勧誘に行くぞ。他の部のやつらも必死に勧誘してるな。俺たちも行くぞ。あれ、このモブ誰？真ん中の2人フレッシュで可愛いマネージャーが来るといいでやすね。マネージャーは最初からいないんですか。君、野球部に入らへんか。野球部、どんな雰囲気の部活なんですか。全員もうすでに固い絆で結ばれていて、うちはネタでしか話さない最高のノリの部活です。俺たち甲子園優勝を目指してるんだ。時に競い合い、時に励まし合い、最高の青春の日々が君を待ってるよ。面白そうですね。入部します。単純すぎる。あ、元若ハリさん、元カノですね。ナイスタイミングでやんす。お茶がうまいでやんす。あ、秋月美代さん、甲子園に行きたいんでしょ。今日の鬼のメニューを作ったのは美代ちゃんだったでやんすか。あ、この後輩もいいですよね。イボンちゃん大丈夫。あの初々しい反応ナイスでやんす。次々にマネージャーが参戦。ゴッドポット肝臓、やべえ、タマモと遊ぶのだ。タマモさんいいですよね。たまらないのだ。タマモ、遊んでもらえないなら野球道具にいたずらしちゃうんだ。そんなのダメです。嘘なのだ。しっかり練習するんだ。いやあのキツネ耳も似合ってるでやんす。お、監督いるじゃないですか。しかも監督なんかいつものよくいる感じの監督、量産型監督ですね。いや野球はしろと。この練習コマンドの右側にこのゲーセンとかあったら集中できないですからね。練習にゲーセンいいなーって思いながら練習する、そんなの全く意味がありません。というわけで進路相談、一応大学も受けるよ。いろんな可能性を考えないとね。翌日、先生にどこの大学がいいか聞いてみよう。最強大学行きます。次、ゴッドポット肝臓入りなさい。はい、失礼します。勉強もしなきゃって言われた。よっしゃ、じゃあ勉強会しようぜ。みんなでやれば勉強も楽しいじゃんね。こいつが一番やばい何これ VS って。対戦できるんですかね。でも今能力ちょっと低いから、まあ打てるのは打てると思うんですけど。まあでも一回言っていいですか。さあさあ、青春野球部名物 VS 強敵たちの時間だ。なんだよ急に。昨日親友同士のガチバトル動画見ちゃってさ、もうサイの甲にエモかったじゃんね。それ僕も見たよ。カラオケ、あれ、バッティングじゃないの。カラオケ、押し相撲、ポーカー、自撮り、グランド10周勝負とか千本ノック対決とか、そういうのじゃないですか。1打席勝負とか。じゃあ自撮りで、映える写真でバズりまくりっしょ。それじゃあ審査通りすがりの女子、負けた、自信はあったのに。さすがにこいつには勝てんか。もうすぐゴールデンウィークでやんすよ。スポーツテーマパークで一日中遊ぶか、食フェスなんかもいいかもな。自分が高校の時はゴールデンウィーク合宿ってのがあって、2泊3日ぐらいで合宿した後に 5000m のレースを走るっていう合宿がありました。練習する、いやゲーム大会、誰かの家でゲーム大会をしよう。それなら俺に近い。ハメ技本当に勘弁、でも絶対にしないぜ観念。だからラッパーいないですか。あ、マネージャーも来てる。は、ざけんなよ。あっという間に時間が過ぎたな。まだ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 遊び足りないでやんす。青学ゲームするでやんす。飲みゲーするでやんす。あんたたちいつまでやってんの。ゲームばっかりしてるんじゃないよ。ごめんなさい、夜中の2時です。休み時間、生徒会長選挙、部活ヘルプ。まあこれ休み時間いきますか。ちなみに自分は高校時代、休み時間に話すような友達はいませんでしたね。まあ一応部活の仲間はいたんですけど、そんなにつるむ感じじゃなかったんで、ずっと
休み時間は早朝練の疲れを取るために机で寝てました。最高の休み時間。いつも応援ありがとうね。キュン、やっぱり押せるわ。弾き殺すぞ。よう。ファンサービスか、BT。お前いつもみんなに笑顔振りまいてるよな。そういうわけじゃないけど。ファンは大事だからね。ファンってなんだ、こいつ。アイドルだっけ？アイドルと野球の両立。嫌な顔は見せないようにしてるよ。有名人は大変だな。よう、よう。これが BT 学園のアイドル、お前の魅力を俺たちも巻き込む。ラップだね。お、BT とユートだ。へえ。なんか盛り上がったみたいだ。応援するぜ、みんなの気持ちは一つきっと残るぜ、お前の記憶。いい感じ。いいね。踊りたくなってきたよ。ふんふふ。ラップのリズムに乗るの結構楽しいね。BT 君が廊下で踊ってるわ。かわいい。いつもと違うダンスも素敵。あのラップしてるやつもかっこいいよな。すごいぞ。あっという間に人だかりが。そりゃそうだよ。あの二人のパフォーマンスなんて、撮れ高しかないじゃん。俺、あいつらの写真を撮ってくれよ。もち。もち、俺も撮るじゃんね。なかなかじゃん。こうしてっと。お、加工アプリ。画面がすごくキラキラしてる。あとは。ダンスの写真を撮るなら、手ぶれ防止機能を使うといいぜ。なるほど、さすがヨーダ。今度はどうかな。ブレブレな上に見切れてるじゃん。教えて機能活用できてなくね。うまく撮れなかった。お前も教室で寝とけ。あ、やっと4月終わった。長かった。よっ、ヤビくん、ギリギリセーフデンス。目覚まし時計が鳴らなかったでやんす。そういえば今年はどこに行くでやんすか。今年はパワフル農業大学だよ。これ前作のサクセスであった高校ですね。山の中ののどかな場所にあるらしいね。こっそり野球部見に行く。ふむふむ。あそこにいる可愛い女の人は監督でやんすかね。あれ、監督出てこないんだ。見つかった。お前たち野球部か、ちょうどいい。実習練習に参加してみないか。まあ、もうバテてきたでやんす。そんなに走ってないはずでやんすか。もう練習不足が出てるって。体育祭の練習。ああ。体育祭、自分、リレーの3走、走りました。自分が出たリレーは、100メーター、200メーター、300メーター、400メーターと、徐々に距離が速くなる感じのリレーだったんですけど、その3走なんで300メーター走りました。騎馬戦はもう、ガリなんで、論外ですね。100メーター。疲れた。部活より体力使ったな。なんじゃ。なんじゃだらしないの。どれ、わしがマッサージ腰でもしてやるわ。おっ、きつい。でもめっちゃ効いてる。わしが独自に編み出したマッサージ腰じゃ。力士たるもの、体の手入れも欠かせんからな。お、試合っすね。試合行っちゃっていいっすか。ただまだパワーが F なんですけど。チームメイトそれなりに強いんだろうな。B 式、132キロ。もう変化球めっちゃいいっすね。強いんじゃないっすか。キャッチャー B っすね。ミートパワー E。胃腸。パワー B。六角。サブリ。今村。なんだこいつ。こいつ、レギュラーにしたい。おい、こいつ、あんまり強くないぞ。あ、わかって。ダンダダン。こいつ、金とこ持ってんすけど。鉄人。やべ、明けは最強。じゃあ、試合いきます。対戦相手は、バス停前高校。あれ？おい、試合出てないぞ。俺だけはぶりやがって。こいつら。え、さすがに練習しないと出れないか。この高校だったら、レギュラー確定かなと思ったんですけど。全然ベンチでした。特訓ありますね。特訓やっていいですか。走れ。ウォーミングアップは順調。私、新しい特メニューを考えてきたんです。どんなメニューですか？うん。例えば、このノック、1000本ってなってるけど、3倍は欲しいわね。3000本ですか？ 1000 本ノックっていうくらいだから、それで十分だと思ったんですけど。上司に取られちゃダメよ。上を目指すためには、限界を超えていかなくちゃ。お前らな、まず、
自分で1000本やってみろ。あ、ゴッドポット肝臓先輩。なんだこれ。どう？ぜひ。やってるさ。1000本ノック5時間ぐらいかかるんじゃないですか。もうダメだ。大丈夫ですか？限界。100m 走は一番練習したからな。本番で自己ベストを更新するぞ。ちなみに走力 F です。ガッテンでやんす。オイラの目標は1位しかないでやんす。矢部くんは走力 C ですからね。 100m 走開始だ。さあ本番だね。僕の才能の輝きをみんなに見せてあげる。自信満々ですね。位置について、よーい、 On your mark set。 負けてたまるか。ゴール1着だ。何？走力 F は1。おーい、ゴッドポット肝臓くん。それが野球部のみんなこれから練習するって言ってるでんす。みんなやる気満々だな。もちろん俺も行くぞ。よ、野球部に休みはありません。さあ次、山ごもり合宿保健室。気になるのがあります。これ山ごもり合宿行っていいですか？今日はこれから山ごもり合宿。自分も高校の夏の合宿は山の上で3週間ぐらいいました。やっぱ山なんですよね、合宿は。さあ出発。さあ着いたぞ。特訓開始。なるほどなるほど。山の空気にリラックス効果があるというのは本当のようだな。均等に混ざってるな。順調だ。こいつなんかドリンク作ってるんじゃないですか。待って、パワープロテイン用の攪拌機が急に止まってしまった。あ、これミキサーですね。こんな山奥に来てまでパワープロテインか。任せておけ。一から作り直してみよう。何？そんなことができるのか。この機械用の新しいアイデア。何でも混ぜられる機械なんてどうだ。ニーナとアレクサンダー混ぜれます。混ぜる前に運搬可能な大きさに分割するとして、上限はトラックの2台ほど。おい、ゴッドポット肝臓来てくれ。手伝ってほしい。何を作るんだ。数日後。おい、山の合宿どうなった？ああ。できたぞ。パワープロテイン、オンリーしよう。間に合った。学園アイドル BT 君の校内ライブ。校内ライブとかやってんすか ?BT のやつ、やっぱりライブだったか。まったく、練習にも来ないで。ありがとう。BT も男にもモテてますね。今日のライブはこれでおしまい。みんな、またね。結局俺もアンコールまで見てしまった。こんなやついたら野球部めっちゃ人気出そうですけどね。お、イベント、美意識の。行きますか。しかしエースのあいつがあんな調子で、俺たち本当に甲子園に行けるのかな。今頃、もう1年経ってます。はっきり言いましょう。無理です、君たちは。それでも。ただ自分が操作するんで。私が甲子園に連れて行きます。今のままでは全国では通用しないんじゃないかなとオーレフが言っております。 BT ならさっき校門から出てったぞ。声かけたけど用があるって書いちまったよ。あいつを捕まえて説教してやる。お、一人で練習してる。 BT のやつ一体どこ。あれ、ゴッドポット感ぞ。おい待てよ、逃げるな。なんとか落ちた。なんで逃げるんだよ。もう嫌いなんだよ、こういう頑張ってるとこ人に見られるの。なるほど、そういうタイプの人間でしたか。自分は先生が見てるとこだけ早く走ってましたね。練習してただけだろ、別に恥ずかしいことなんかじゃ。君には分かんないと思うよ。やれやれ、練習場所変えるか。やる気も下がっちゃったし、今日はもう帰るよ。嫌われてます。6月、あ、試験あんの。体力全く減らないんですけど。休み一回も使ってません。そろそろ練習しますか。パワープロテインって当たり外れが多いんだよ。すぐ治るのだから問題はない。科学の進歩に犠牲はつきものだ。どっかの博士みたいなこと言ってんすけど。来週からいよいよ地区大会。アキラどうしてるかな。日野はアキラか。ここに彼もいれば心強かった。誰ですか。まあ、どうせ全国の決勝で出てくるんでしょう。今頃太陽高校で一人頑張ってるんだろう。こんなしょうもないメンツとやってられるかっつって一人別の高校行ったんですね。
太陽高校といえば強豪デンス、朝から晩まで練習地獄、まあ、野球は普通こんぐらいやんないと甲子園で優勝なんて無理ですからね。あ、打撃効率アップ、熱血トレーニング、ぐんぐん上がってくる。イベントもあるんですが、パワー、これ試合出れますかね、不安なんですけど。私たちも一生懸命サポートするよ。マネージャーが多すぎる。あ、スターメン入りました、あざす。あれ、あ、ベンチでした、終わり。まあ代打でしっかり結果を残します。代打、もう代打で出せや。ストリート相撲、ストリートバスケの相撲版みたいなことか。勘がいいの。夢は更新者か、どちらが大事と比べられるものではないからな。相撲した方がいいですよ、どうせ更新出れないんで。今日はちょうどストリート相撲の開催日、どうじゃ見に行こうか。相撲ね、まあ、見てみますか。本当にこんな声で相撲するんだ。土俵まで作られて随分本格的だぞ。最大トーナメント開催、力丸さんが来たぞ。道代小津田の登場だ。ガリガリなんですけどこいつら。道代小津田、道代小津田、今日こそあんたを倒して俺がこのストリート相撲の頂点に立つ。はっきょい、残った。うわー、一瞬瞬殺。次回、ろくに練習もせず彼女と遊び回っているゴッドポッド肝臓であったが、謎の博士と出会い身体能力が極めて向上し、初見でオーレスになってしまう。青春万歳。